ひっくり返る油がかからぬるっと仁王立ちになって貴様の面は忘れぬぞとお役人をにらみつけたぞ。うん、聞いた。そのお役人が三日三晩熱に浮かされて、とうとう気違いになったげな。오다노부나가에의해풍비박산이된이가류출신의닌자한조가사람들의눈을피해불당의다락으로숨어듭니다한조ここだ어둠속에서한조를부르는목소리죽었다고생각됐던이가류모모치가문출신의닌자이시카와고에몬입니다닌지르모노가우라미고토言っていたんだ우라미고토六角の辻に首がさらされてから10日にもなるというのに人だかりは一向に減らん半蔵、俺をなぜ助けた？お主の願いを遂げさせてやりたかったからよ。織田信長が사망한후、권력을거머쥔豊臣秀吉에게고개를숙이고、그의가신이된徳川家康의명령을받아、사형수를바꿔치기하는방법으로고해몽을살린한조。秀吉의병사들에게죽임을당한아내와아들의복수심으로、秀吉암살에나섰다실패한고해몽은、구사일생으로목숨은건졌지만、여전히그의마음은복수로가득차있습니다고해몬의首が盗まれた申し訳ございません다금이자신을대신해사형을당한남자의머리를훔쳐내고이묻어주고복수의길에나서는고해몽나버리는인우하지기사모는마게다아토니슨데기사모신다소고해몽이제강도질을하며먹고사는신세가된이가류출신의닌자이누하치가고해몽의복수여정에합류합니다고해몽을자신의세력으로끌어들이려는이에아스는한조를시켜고해몽의일거수일투족을감시합니다복수심에불타는고해몽이나권력쟁탈의목표를가지고있는이에아스에게히데요시는언젠가상대해야만하는공통의적인것입니다하지만히데요시앞에서언제나충신의가면을쓰고철저하게자신의속마음을감추며때를기다리는이에아스悲しい金気仙の生まれ諸大名の中には表面頭を下げていても内心あのぞっている者が少なくないついては明日諸大名の集まった席上で底元のご配慮を得たいのじゃ히데요시의뒤를이어관백이된그의양자히데추구는히데요시의애첩요도부인이서자히데요리를출산하자언젠밀려날지모르는자신의처지를불안하게여깁니다아르이와요니가에테히데요리요마사가히데요리君は側室のお腹でございます血は薄くとも上様は烈気とした御用紙ではございませんか그런히데추구의불안감은영주들이모인자리에서현실이되고토요토미케의세시히데요리자히데요시는아직어린아이에불과한히데요리가자신의적자임을영주들앞에서공표합니다마다와조의는모노모아로가공고와요노타카라니타이시테유비1번탈토모사스코토와단지테이루상이에영주들은히데요리를등에업은요도부인의줄에서야할지아님관백자리를지키고있는히데추구의줄에서야할지주파나를튕기는사이이마야일본국내의통일과나리국의와류세의잇도타도っている그기니조일때민국조선고모세하순노자히데요시는그런영주들의마음을한곳에집중시킬조선정벌이라는커다란계획을펼쳐보입니다가수옥의대생을필요로이たします殿下ご出陣あそばされましては国内の統治がそのための関白じゃ秀次にもそれくらいの器量はあろう同じ人の子に生まれながら俺の子供の御兵は囲炉裏に投げ込まれてやけ死に
秀吉のこの秀頼は何十人もの侍に取り囲まれて俺たちに土下座までさせるんだ。屋敷まで来れば金はいくらでも取らす。嘘ではない、嘘ではない。用は済んだ、とっとと失せろ。片付けない。ただいま世尊寺中納言様、金利よりのお使いにて和子様へのお祝儀の品々ご持参そばされました。先日下し置かれました何よりの品、どうぞご覧あそばします。なるほど、争えぬものじゃ。猿によう似ておる。連れ帰って芸など仕込んで取らそう。そちは何者じゃ。女房子をもぎ取られた親の嘆きはどんなものか、とっくり味わえと秀吉にそう言っておけ。秀吉의저택인취락제에숨어들어희대우리를납치하려던고해몽의계획은눈치빠른요도부인에게드러나실패로돌아가고どうしたいの、橋。이사건으로고해몽의죽음을의심하는사람들이생겨나기시작합니다。나니이시간고해몽바가나고도모스나이아타시노트노노도나토리마스닌자노모스토코리노르바아래호도노테다레와모시고해몽가세존시테이르토세레바치카무로오코시테이르교족모고해몽노시라다카토존지마스だが余が江戸を留守にしたら箱根から東の守りは誰がする。出陣をお断りすることこそ殿下への忠節だと心得ておるのじゃ。では早速ご返事を。한편히데오씨가조선정부를위해각지역영주들에게자금과병력동원을명하자애도방어를핑계로파병을피하며몸을낮추는이에야스その一つ一つが大きな綱になって秀吉の首を絞めるのじゃ。慶城一番乗りを生き長にしていられた清正のしかめっ面が目に浮かぶわ。国軍を落とした戦いの先鋒にこの二人を当てたのはいかがかと存じます。조선파병초기연이어들려온승전소식에고무된히데요시에게관백히데추구의비행을알리며부자관계를이간질하는요도부인의측근미츠나리ところで秀次め留守中うまく取り仕切っておればよいよな。히데추구에대한신뢰가떨어진히데요시는조선정보로히데추구를조선의총독으로보내고서자인히데요리에게권력을물려줄계획을구상합니다조선을세매어떠시다가특히와히데추구를사시묵게요히데추구는조선의토지그라이가분소자정실인얘네부인에게이사실을알려도요토미가문의분열을꾀하는고해몽타이코와조선을토지사세를という명목で히데추구를바라우하라고決めた気をつけろ次はいよいよお前の番だ하지만그의뒤를쫓던히데요시측닌자들의습격을받게됩니다太閤殿下がもしそなたに朝鮮の統治を委ねると仰せられたら何と返事なさる。私に朝鮮の統治を
미츠나리의 이간질로 히데요시의 눈밖에 나기 시작한 히데추구는 방탕한 생활에 빠져 점점 더 타락의 길에 들어서고. 야메! 마테 소코나지. 사케오 토라스. 소레. 페드로! 미사마! 호도호도니 나사이마시는토 고노우이 아란 우와사가! 가만! 凱旋 おめでとう存じます。 数々の始末は何としたことじゃ。政務を怠ったばかりか主食にふけり、その間公金を使用し、無垢の民を利用なくして切り捨てるなど不届きの数々。私の落ち度を盾に天下を秀頼にお譲りになることでございますか。言うな、下がれ、とっとと出てるぜ。 조선 정벌에 실패한 후 교토에 돌아온 히데요시와 그의 양자 히데추구의 관계에 기름을 부어 두 사람의 사이에 불화를 더욱 키우는 고에모. 무사히마스! 무긴소모 에어라게마스타! 난 무긴소모! 호도군이다때와 대노치용가 고사이마세. ありのままを話し、ひたすら太閤殿下のお許しを願うのみでございます。なんです、三成に内通していたのはこちでございます。爪腹切らされる前にこちらが切るのでございます。三成よか、大それたことながら太閤殿下、何なあ秀頼、この小さいお手手に 日本はおろか、民国朝鮮も握らせてやるというたな。 조선 정벌 실패와 부자간의 불화를 겪으며 병석에 눕게 된 히데요시는 마지막까지 이에야스에게 충성을 다짐시키며 어린 히데요리에게 자신의 권력을 넘겨주기 위해 애쓰지만, 히데요리に対する変わらぬ忠誠を約束してもらいたい。 그런 노력은 그의 죽음과 함께 모두 헛된 꿈이 되고 맙니다. 히데요리 도노니 신카노 레오 츠쿠스 조존데 오리마시타. 病気か。 秀頼、 全てを投げ打ってただ一筋に狙い続けてきた俺の敵がこんなくたばり損ないだったのか。誰だ貴様は。五右衛門よ、日本64州を盗み、それでも飽きたらず朝鮮まで狙った貴様こそ天下の大泥棒だ。 息の根を止めずに苦しめて苦しみ抜かしてやる。 조선시대 홍길동에 비견되는 일본 전국시대의 신화적 인물 이시카와 고에몽을 주인공으로 임진왜란의 원흉 도요토미 히데요시를 일본인들의 시각에서 그려낸 닌자 시리즈의 세 번째 영화, 1963년작 신닌자였습니다. 영화적으로 훌륭하다고 말할 수 있는 작품은 아니지만 임진왜란에 대한 일본인들의 생각을 엿볼 수 있는 흔치 않은 영화라 소개하게 되었습니다. 고에몽!
시청해 주셔서 감사합니다. 변두리였습니다.